ほな始めましょうか。いつもありがとうございます。私の方から1点、えっ、ー、と昨日まあの？小池晃書記局長が放送法の行政文書について、改めて私どもの見解を述べていますが、私の方からはあの昨日あった内容と含めて国会対応についても少し述べておきたいと思います。で、この問題はあの報道の自由をかす重大問題ということで。 昨日も解釈変更の見解並びに答弁、まあ、こういった問題白紙撤回せよということはありましたけど私は2点言っておきたいと思うんです。やはりもう国会の対応としてはですね放送の自由こういうのを守るためにこの許しがたい問題としての位置づけを明確にしやはりあの関係者全ての関係者を 証人喚問すると、そして集中審議を行うということが必要だと思います。先ほど述べたように修正した見解はまあ撤回すべきだと思います。でこのこの問題っていうのは安倍政治のまあ闇というもののそういうものがまあ一つ大きな内容として展開しているってことが明らかになっています。したがって、えー、この闇を 明確にするという点でも、今述べたように集中審議関係者の証人喚問が必要だと。で、もう一点はこの問題まあ、公平性という名のもとにですね。今改めてまあメディアの役割が問われていると私は思います。やはり第4の権力と言われる。このメディアまあ、やはり国民の監視のもとにさらされつつ、同時にですね。やはりあの本来。 権力等に対するまチェック機能の発揮がもう求められていると、それをですね、まあ,あの政権をこう減弱するようなやり方ってのはいかがなものかという点もそれは今求められているというふうに私としては思います。ですからあの今後ともそういう立場でこの問題の解決これはあの本当にこう 一件落着というような形で終わるんじゃなくて単なる大臣の責任問題ではなくて放送報道の自由に関わる重大問題として、まあ、徹底して民主主義の問題として行うということが必要かと思っています。 わかありましたら。共同通信の渡辺です。あの日銀総裁にですね、うださんを当てるのも人事案について、はい、10日の参院本会議で採決するとをたいたします。まああのまあ明日もえっと本会議採決されると思いますが、まあ、えっ、ー、と,、えー、と総裁と副総裁の人事案についても3区決まってきましたらおっしゃいます。はい、えー。私どもとしてはあの日銀総裁副総裁の。 人事についいては反対だととうことですでなぜかとこう言いますと、ね、やはりあのまあ一つはね、えー、今日の岸田政権がまあ推薦してきた、まあ、そういうことで政権自身が今の異次元の金融緩和っていうのを継続するという立場から推薦しているっていう問題点があります。で同時に この上田氏の発言やその内容というのはいろいろありますけどね今回のそういう黒田日銀総裁時のですね金融政策を評価し緩和策を緩和政策をね継続するということを強調しているわけですからそういう候補には私どもとしては賛成できないと。 とといいいうことで望みたいと考えていま,すまあ結局ねアベノミクスの支えてきた、まあ、そういう金融緩和政策これを評価するということを言っておられるわけだからそういうのには賛成はできないということですわな。確認で副総裁は2人とも反対ということでよろしいですか は茨城県なんですけど、立憲民主党は今回の日銀総裁人事案には、総裁人事には賛成なんですけれども、まあ共産党としてここでちょっと考え方が違われてしまったらしいんですけど、この支援についての連携の影響みたいなのは、今の質問はね、考え方の違いって、私ども、ね、ああののなんていうんですか、今、あなたがおっしゃるような。 考えの違いっていいとうことを明確に私聞いてるわけじゃありませんし、まあ毎日新聞がどういう考えの違いかということを聞いておられるんだったら言ってい頂きゃいいと思いますけど特に聞いてるわけではありませんし今までも日銀総裁の問題についてはずっと態度が一緒だってことはありませんしそのことが指して問題になると思いません。だから どういう点を評価しておられるのかというについては私特に聞いてるわけじゃありませんしそのことが何らかのこういう失笑になるとは思ってないです。 はい。N.H.K. の矢島ですと。と参議院今日の参議院本会議で、あの N.H.K. とのガーシ参議院議員が欠席をしまして、で再度あの議長から参議院懲罰委員会にあの付託をされたという状況になっています。まあ除名が不可欠不可避になっているのではないかという見方もありますけれども、今のこのルックどのように受け止めてらっしゃるかお願いします。はい。あのガーシ議員の問題ですよね。でね、これはね。 やっぱりあの議員たるもの国会議員たるもな何ぞやということのまあ根本は問われてると思うんですよね。憲法43条にありますようにまあそういう意味で言うと国民から付託された内容で,でそれは当然あの国会に党員して活動すると全国民の代表としての活動ですよね。そそのの第第一一歩歩がですよその第一歩さえ 踏み外しして何らのことをしないとでそういう問題で党員問題が、まあ、まあ国会法までを当然,す当然ですけど王将の義務があるわけですよね。それを果たさないということになりますとねそれは議員としての資格がないということは当然だと思う。しかもそれをですね今度は動画まで送りつけてやってくるなどというのはね全くね、まあ、言語道断であって。 まさにこの国民を愚弄しね国会を貶めるものだと私は思いますでしかも何てんですかあの弁解の本会議場における発言もひどいものですよねですからこういう点でもですね私はあの次の段階に進むということは当然だと思います。同時にね この問題について私一言言っておきたいと思うんですけどもそのこの間の参議院の予算委員会における浜田議員の発言ですよねこれ全く言語道断で許し難いと改めて言っておきたいと思います。で彼はですね共産党が非合法化されているという認識だということで G7 各国など欧州西欧諸国における共産党の扱いを見ているととずーっと述べてですね多くの西欧諸国では事実上共産党が非合法化されておりますともうこういう事実無根というのをね許してはならないと思うんです。で答弁に立った斎藤大臣がですね「聖止してフランスにおきましては存在しているものと承知しています」というほどね ひどい発言なんですね、えー、ご承知のとおりあのドイツでもすでに1968年の西ドイツの基本法を承認する、まあ、DKP としてですねドイツ共産党として再発足して合法化されていますでその以後90年のドイツ統一党も存在しているとで2014年には大会も開いていると。 フランスはご承知のとおりあの合法政党として第二次世界大戦以後活動しているしレジスタンスの中での役割も明確だとイタリアもそうですイギリスも2014年の第26回党大会や20年の第8回党大会にメッセージを寄せていますでカナダもございますアメリカも活動していますまさにこういういものを こう亡きがごとく描き出すということ自身にですね私は許しがたいと思うんですねですからこれの謝罪と撤回を求めるのは当たり前だと。ましてやまたあの日本共産党は「公領から暴力革命の文言は消えたと承知しています」と言わて一度もそういう文書はありませんですからそういうためにする全くこうそういう議論というのは許し難いとですから謝罪と撤回を ガーシーの委員の件なんですけれども、次の段階で、一部であれば除名という件も、そっち側にあるんですけども、委員長としては、次の段階でどういった処分がしいと考それはみんなで決めることですから、粛々とやるべきだと思います。 あの今日の結果を受けてでしかもこの間の,その議長がすでにそういう意味で言いますと特別にもうストレートに、えー、懲罰委員会に付しているわけですからその次の段階に行くということについては、ね、当然ありうると視野に入っているということを言っておきたいと思います。 うれしいですかほらおぎに